酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は梅酒ですね。八海山の、焼酎で仕込んだ梅酒。まあ、前回飲んだこのね、タイプは、八海山の日本酒で仕込んだ梅酒だったんですけど、今回は、焼酎。米焼酎ですね。米焼酎で仕込んだ、よろしく千万あるべしっていう。まあ、俺もそこにあるんですけど。ね、そちらで、仕込んだ梅酒と。あ、俺まだこれ残ってる。これね。これ、八海山の日本酒で。日本酒の原酒で仕込んだ。やつ。多分度数が違うとは思うんですけど。ああ、1度しか違うね。こちらがアルコール度数が14度。容量が 720ml で、値段が1300円だったかな。1500円ぐらいしたか。原材料が本格焼酎と梅と加糖となってます。こちら黒い方、原酒で仕込んだ方が、清酒と梅と加糖と氷砂糖が加えられてますね。こっちが13度なんですよ。アルコール度数が。1度しか違わないですね。ちょっとこれ飲み比べしてみっか。この黒い方はね、すげえ全然甘くなくてね、すごい辛口の梅酒で驚いたんですけど、かなり美味しかった。こっちはどうでしょうか。乾杯。うわ。甘っ。あんま。甘い。それととろみがある、なんか。でね、あとね。なんかね。あのね、なんだろう、この、梅っていうかね、なんかね、すももみたいな香りがする。ってか、味が。ああ、でも、甘いな。これ甘い。めちゃくちゃ甘い。これ甘いな。甘い。梅が持つ自然の酸味と上品な甘さをお楽しみいただけます。八海山本格米焼酎、よろしく千万あるべしの原酒に、国産の良質な梅を仕込んだ梅酒です。原酒で仕込んだ梅酒に比べ、エキス分を豊富に含んでいるため、ロックや水割りでもお楽しみいただけます。とろみがある、これ。すっげえ。なんか、とろーんとする感じがする。でね、ちなみに、この八海山の梅酒、もう一種類あって、濁り梅酒っていうのがあるみたいですね。同じくこれは、焼酎で仕込んでます。というやつに、なんか、ってなってますね。
あ、梅のペーストを加えることで梅の風味が増し、とろりと口当、とろりとした口当たりになってますと。いや、これはエキス分強いな。なんか、ほんと桃みたいな味するわ。すげえ。梅酒なんだけど、なんか、梅か？なんか、ほんとネクターみたいな味が、ちょっとするな。うん。もうね、全然これ味違うね。こっちと比べると。もうとにかく全然甘くないのと、こっちは全然甘くないし、こっちは全然甘いし。すっげえ、こっち甘い。すっげえってほどでもないと思うけど。まあ、一般的な甘さなんだろうな、日本、あの、梅酒って言うとな。うん。うわ、これ飲んだ後、これ飲んだらすんげえ酸っぱい。うわ、これ酸っぱ。酸っぱい。そしてこの日本酒の味がする。うん。うわ、酸っぱ。これとこれ1対1で割ったらうまいと思う。これ絶対うまいと思う。うん。あ、ちょうどいい。うん。ちょうどいいんだけど。なんかあれだな。やっぱこっちはあれだな。普通に飲んだ方がいいな、これ。こっちはね、すごい濃厚でね、甘くてね、香りもすごいいいし、桃みたいな香りもするし。で、こっちは、あの、すごい酸っぱい。うん。だけど、あの、日本酒の味がね、かなり生きてるっていう感じですね。うん。まあ、両方うまいわ。でも、個人的に、いや、でも、やっぱ梅酒って言ったら、これぐらいの甘さは必要です。うん。これぐらいの、やっぱり甘さは必要なんではないか。うん。こっちはめっちゃ辛口です。黒い方はとにかく今まで飲んだ日本、あの、梅酒の中で一番辛口。うん。辛いっていうか、酸っぱいレベル。酸っぱいですからね。ああ。ああ、この、甘さ。ああ、この優しい、優しい甘さ。でもこの濁り梅酒売ってたとこ見たことないですね。うん。
ああ、これすげえ。これも梅。梅酒っていうかね、なんかちょっとピーチっぽい。っていうか、あんずっぽい。なんか。あんずっぽいな。なんか、すももみたいな味がする。これ。あ、あんずだな。あんずの、ほら、昔お菓子であったけどさ、駄菓子みたいなやつで。なんか、あんずの、ちょっと忘れたけど、こう、蜂蜜とあんずをなんかこう、なんか、あんずの蜂蜜漬けみたいなやつ。あれの味がすごいする。これもうまいな。うまい。ただね、ちょっと甘すぎる部分があるね。多分、どうだろうな。蝶屋の梅酒よか甘かったりするかな。この蝶屋の梅酒ね。これと飲み比べて。俺の中でこの蝶屋の梅酒が、梅酒の基本みたいな感じになってるからさ。ああ、やっぱ甘いな。これ甘い。蝶屋の梅酒以上に甘い。以上の甘さだ。まあ、そこ、しかもこの蝶屋の梅酒は結構青臭いっていうか、いい意味でこの、青梅の味が出てるっちゃ出てる。こっちは多分完熟梅みたいなの使ってんじゃないかな。すっごいなんか、桃っぽいから、まあ、多分、南高梅の完熟梅とか使ってんじゃないか。おそらく。全然味が、うまさが違ってくる。あ、これは美味しいです。これはとっても美味しい。とっても美味しいので5つ星です。これは確かに甘いけども、それに加えて、うまい。のと、やっぱり、すごい。素晴らしい。コクがこれすごい濃厚の。そして甘さもどぎつい。5545です。ご視聴ありがとうございました。